本動画では、勘弁安価な IoT 技術を用いたハウス遠隔感システム、通い農業支援システムについてご紹介いたします。本動画の内容を紹介します。まず、本研究成果の背景と目的を、福島県の営農再開地域を例にご紹介いたします。次に、本研究成果で開発しました、 通い農業支援システムの概要についてシステムを構成する技術とその仕組みそして本システムでできることについてご紹介いたします最後に導入事例についてご紹介いたします福島県の被災地では東京電力第一原子力発電所事故により避難指示が行われ営農が制限されました避難した生産者の方の中には 避難先でハウスをを借りて営農を再開し始めた方もいましたまた避難指示が解除された後避難先から地元である営農再開地域に通いながら農業を再開し始めた方もいます避難指示が解除された地域では現在すでに営農が再開されておりますしかし少ない担い手で分散した農地やハウスを管理しております例えば 水筒生産では水筒育苗を行う際通常水筒育苗ハウスに温度計を設置しハウス内の温度や被覆シート下の温度を測定しますしかし育苗ハウスと管理作業を行う農地が離れていると物理的にハウスを訪れて温度を確認することは頻繁にはできませんそのためハウスの温度を遠隔で確認して ハウスの測送を開けるか否かの判断ができる必要がありますまた、水道育病ハウスなどの既存のハウスは自動制御機器などのない、機械化されていないハウスであるため通年で使用する市販品を導入することは困難ですそのため、一時的に利用できる低コストなハウス遠隔監視システムが必要ですそこで、 市販の安価な IoT 機器とスマートフォンのメッセージアプリを用いて低コストなハウス遠隔監視システムである通い農業支援システムを構築しました本システムで使用した市販の IoT 機器といくつかのメッセージアプリは Web API と呼ばれるインターネット回線を通じたデータの取得やメッセージの通知を簡単に行える仕組みが用意されており これらを組み合わせる簡易なプログラムを用意し自動実行することでハウスの温度等を生産者のスマートフォンに通知することが可能ですプログラムは生産者が自作することを前提に簡単に書かれており必要な部分をコピーペーストで書き換えることで利用できます通い農業支援システムでは温度等のデータを任意の間隔 例えば1時間ごとなどの定時に通知できるほか取得したデータから日日日平均値や日最大値、日最小値や最最大小を計算して通知すす。ることが可能ですそのほかデータを可視化するためのグラフ化を行いグラフを通知することが可能です。また生産者が必要なセンサーを選んで自作することが可能です。ただし、農業向けのの製品でで、はないので 防水ななどの保護が必要となりますそしてセンサは安価ですが過酷な農業現場では長期間の利用は困難です次に導入事例の紹介です水糖育病ハウスでの導入事例をご紹介しますこの事例は水糖育病ハウス6等で使用されており1時間おきにハウス内の温度と被覆したや 育苗箱近くの温度が6等同時に通知されます水等育苗では高温や低温条件だと生育に障害が生じます生産者はハウスから離れた生産現場でも温度を確認することでハウスに戻りハウスの側層を開閉するか否かを判断することができるようになりましたその結果苗の品質の安定化につながりました 次はいちご育苗ハウスでの導入事例をご紹介しますいちご育苗ハウスでの使用事例です写真のようにセンサーは通風塔内で使用することもできますハウス内の温湿度のほかプランターの土壌水分が生産者のスマートフォンに通知されます健全な苗生育のためには土壌水分の過不足を回避する必要があります生産者は 土壌水分を確認することでいちご苗への換水を行うか否かを判断することができるようになりましたその結果苗の品質の安定化に加えハウスから離れていてもハウスの情報が分かるため生産者への安心感につながりました本システムは高精度高価な既存の市販ハウス遠隔監視システムに比べ簡便・安価であることを特徴としており 導入が容易であることが、里が最大の特徴です。